甲の鳥目は鳥類の一目である。かつては数科が属したが、単系統ではなかったため、近年の分類では甲の鳥かのみを残してペリカン目に移される。甲の鳥目はペリカン目と近縁で、現代的な分類では姉妹群である。伝統的な分類では、ハシビロウカまでが甲の鳥目だった。ここでは伝統的な甲の鳥目について述べる。くちばし、首、 足が長い、中大型の小菌類である。淡水や海岸に住み、昆虫、小型の甲殻類、魚など、主に動物性の餌を捕食する。足は三千愛と足で、水かきはないかあっても小さい。小菌という以外に共通性が少なく、以前から単系統制は疑問視されてきた。甲の取り目に何を含めるかについては、諸説あったが、現代的な視点では、 これらはいずれも単系統ではなかった。DNA-DNA 分子考察法を用いた、シブリー・アルクイスト鳥類分類での項のトリ目は、ニア目30か1022種が属する非常に大きな目となっていた。鳥類全体のトガの約20%、種の約10%である。名称が項のトリ目となったのは、命名規則のためで、競技の項の取り目が特別な位置にあるわけではない。 現在判明している系統図上にプロットすると、ネオアベスの非常に広い範囲に分散した多系統となっている。4種類の記号は4つの下目に対応している。シブリーラは系統時をアップグマで再構成したため、進化速度の不均一に対しては、進化速度が遅い系統同士を結びつける間違いをしやすい。実際、抗議の項の取り目に含まれる系統は、 進化速度が遅いものが多い。進化速度は様々な要因で決まるが、要因の一つとして世代期間があり、大型で世代期間が長ければ進化速度は遅くなる。シブリーラも世代期間が短く進化速度が速いミーズラカの系統位置が正しく求まっていない可能性に言及しており、それは実際の系統図上では進化速度が遅い千鳥目が 抗議の項の取り目に含まれた中で、例外的に進化速度が速いミ未ズラ化は含まれないという形で現れている。シブリーラが正しかったように見える点として、抗議の項の取り目には、当時は考えられていなかった二つの単系統が含まれていた。特に、ウォーターバーズは、シブリーラの系統では、項の取り下めないの単系統である、カツオドリコモク、の取りコモクにほぼ一致する。 ただしこのグループには他に、実際には、類縁関係にないコンドル化とフラミンゴ化も含まれていた。一方、フラミンゴ目とカイツブリ目は、コ甲の取り下目の中で離れた位置にあり、特に禁縁とはされていなかった。高目と競技のコウの取り目については、骨格が似ていること、樹上に巣をかける習性、また孵化したばかりの幼鳥の掃除などから、両者は近い系統ではないかという指摘が、 シブリー以前からあり、これを裏付ける結果となっていた。特に高めのコンドル化は、複数の系統解析でコウノトリに近いとされ、アメリカ長学会でもコンドルは、コウノトリグループに組み入れられていた。しかし実際には、高めと競技のコウノトリ目は、系統的に大きく離れている。コンドル化の系統位置は細部についてはまだ議論がある。ものの、他の高めと同じランドバーズ系統の内部に留まり、 競技の項の取り目に禁煙ということはない。リアンドズ氏は、携帯系統に基づき、項の取り目から詐欺化と、ハシビロ項家を、詐欺目とハシビロ項目として分離し、新たにフラミンゴ化を加えた。ありがとうございます。